お金なんですよね。最終的にはお金でした。やっぱりそこまで私も余裕がないでございますから、いろいろ検討して悩んで HKS のフラッシュリーター浜松エディションスーパーオートバックスさんでやっていただきました。で、11万円ポッキリだったんですけども、一番良かったのが原車合わせしてくれまして、さらにスパークプラグ、いわゆるエンジンの点火プラグなんですが、あれも交換してくださったんですよね。それがすごく良かったなと思います。で、ちょうどですね、恥ずかしながら私の車の走行距離がちょうど2万キロ行くか行かないかの時だったんですよ。あ、ちょうどプラグも変えなきゃなって思っていた時期で、タイムリーにセットになっていたっていうのも、もう決め手の一つだったんですよね。ホンダアターもすごく本当に良かったんですよ。いろんな細かな設定ができまして、私の一番気になっている燃料カットってずっと言ってたじゃないですか。なんでお前それやんなかったんで、一番回転落ち気にしてたんだろうって思われちゃうかもしれないんですけど、そうなんですよね。すっごくね、悩みましたわ。めっちゃ悩んだ。で、新潟行った時にゼロックスさんと佐伯さんのお車に乗せていただいて、フラッシュエディターとホンダアター試乗させていただいた、あれが一番本当決め手になる感じでしたね。本当そう思った。やっぱそれぞれいいところすごくあるんですよ。特にあのホンダアターが悪いとか性に合わないとかっていうのは全くなくですね、あ、ここをセッティングして、さらにまあプリセットもあるので、まあ、そのまんま乗っちゃえばいいのかなって正直思ったんですよね。じゃあホンダアターいくらかなっつっていろいろとネットで検索していたんですが、確かね、単体で当時見た時は12万8500円ぐらいだったんですよ。まあ、この時点で HKS フラッシュエディターと差が出ちゃうんですよね、値段の。で、さらに設定するためにはノートパソコンが必要と言われているんですよ。で、ノーパソももし買うとしたら、さらにコスパが上がってしまうっていう感じだったんですよね。で、コメントもたくさんいただきまして、ホンダアタでも電車合わせしてくれるところがあるから、そっちに行ってみたらいいよって言ってくださったんですよ。本当にありがとうございます。でも確かにそのやったとしたら、 HKS フラッシュエディターと、なんだろう、多分結構差が出てしまうのかなっていう、結局はね、お金なんですよね。うん、お金で決めちゃったっていうのが正直なところ。はい、もし余裕があったら、おそらくホンダアタ原車合わせしてくれるところに行きまして、まあ、やっていたのかなっていう感じなんですよね。なので、じゃあお前回転落ちどうなってんの HKS はってなるじゃないですか。で、残念ながら HKS フラッシュエディターの方はですね、回転落ちに関しましては純正と変わらないんですよ。まあ、そのまんまちょっと回転がゆっくり落ちていっちゃうっていう感じなので、私個人的にはっていうのはあるにはあるんですけど、やはりゼロックスさん、サイキさんと試乗させていただいた時に、私のシフトチェンジが、いや、もう悪いのかな、アクセルを離すタイミングが遅いから逆に回転数が跳ね上がっちゃったりとかしちゃうのかな、そういうふうに思っちゃったんですよね。よって車がどんどん、なんだろう、走りに合わせてくれると同時に、私もですね、このシビックさんに合わせてお互いにウィンウィンの関係を作っていかなきゃいけないんじゃないかなって、いや、今更ながらね、思いました。はい、よってですね、今フラッシュエディター入れて1週間ほど経つんですけども、結構シフトチェンジの練習してますよ。はい、してるんですよ。で、何が違うんだ、何がダメなんだろうなとかっていろいろ悩んでるんですが、いまだに答えが見つけられずにいます。だからもう結構アクセルを結構回したりとか、ベタ踏みした時にこうやってギアチェンジするじゃないですか。ここね、ここで結構ブオーンって跳ね上がっちゃったりとかするので、これは回転落ちとは関係ないのかなって思っちゃったりとかもしたんですが、いや、結果的にどうなんだろうなっていうところ、例えばアクセルをオフにしてわざとその後クラッチを踏み込んだりとかするんですけど、その時も結
構上がったりとかするんですよね。これがね、なんだろうな、ちょっともう本当不思議な点でならないなっていうのがあって、未だに悩んでる今日この頃です。ただゼロックスさんからアドバイスいただいた時に、上がった回転数を落とし込まないように素早くシフトチェンジをしているって話を聞きまして、でそういう真似もしてみたりとかしてるんですよね。そうすると確かにグワッて、ちょっとね自分下手くそだからこうノッカーンってシフトショック起きちゃうんですけど、あでもこれでもスムーズにいくよなっていうのがね実感できてるので、やっぱりここはシフトチェンジの練習かなっていう感じなんですよ。でさらに佐伯さんの場合はクラッチをですね、思いっきり奥まで踏み込まずにギアがちょうど変わる瞬間っていうんですかね、クラッチが効く瞬間でもう終わらしてクラッチを離すみたいなギアチェンジをするみたいな感じもおっしゃっていたんで、同じように真似もしてみたんですよね。したらね、ああ確かになるほど、ここか、ここのポイントかっていうのもねすごく分かったりとかいたしましたので、ああこれ練習しようっつってやったらね、ギアこれシフトチェンジした時にブーとかってなったりとか、ああやばいとかってなっちゃったりとかもしました。よって回転落ちに関しましては、もう今は私のシフトチェンジ練習しまして、そこでいいところを見つけて快適に走りたいなと考えております。はい、で HKS のフラッシュエディターの方なんですが、これがねまた快適そのものなんですよ。本当にトータルバランスが良くなったっていうのが第一印象でした。でさらに街乗りでもすごく実感できるのがですね、本当なんだろう、ストレスなくスーっていくんですよ。ドッカンっていうのがあまりなくですね、本当にスーっていくものですから、あれ今まで前の車に追いつけなかったのに、あれもうこんなに追いついちゃってるよっていうのもすごい実感してます。簡単に言いますと、なんか自分のね鼻ってあるじゃないですか、鼻づまりとか起こしたことある人たくさんいると思うんですが、その鼻づまりが解消された時のすっきり感がガーッっていうのがあるじゃないですか、 あれとね全く一緒なんですよね。本当になんかすっきりした走りだな、すっきりしたなっていう感じ、これがめちゃくちゃ感じてるんですよね。スーパーオートバックスさんのさらにいいところが、パワーチェックも込みでやってくださったんですよね。でその結果なんとなんと50馬力以上上がってるんですよ。でトルクもだいぶ上がっておりまして、だからこんなにスムーズに快適にスーっていくんだろうなっていう感じもしました。で私のなんか素人ながらのイメージがですね、パワーが上がったらアクセル踏んだらもうバッコーンって突っ込んでいくんだろう、だ飛んでっちゃうんだろうなっていうのがあったんですが、全くないんですよ。本当にない。スーって何度も言って申し訳ごめんなさい、スーっていくんですよ。本当にスーっていく、 これがねなかなか慣れてくると気持ちいいなって思います。でさらに高回転域3000以上上がっていきますと、クワーンって確かにね馬力のアップしたのが感じられて、あこういうところで感じられるんだっていうのもありました。よってねすっごい今快適そのものでございます。街乗りも結構やっているっていうか、街乗りでも結構走ってはいるんですが、燃費の方がですねそんなに純正と変わらないんですよ。これも新潟のゼロックスさんもおっしゃってまして、なるほどこういうことかっていう感じ。ただねやっぱり入れた直後ですから味わいたいじゃないですか、アクセル踏んじゃうじゃないですかそれで燃費が落ちるっていうのは確かに否めないところではございますが、何も意識せず、黙れコアッパー、わっとる、何も意識しないで普通に街乗りしていますと、そんなにね純正と変わらないです。変わらないので全然ありじゃないかなとは思いますよ。でさらに渋滞時とかちょっと低速でゆらゆらしてる時も、少し前は純正の時はなんかちょっとストレスを感じる加速だななんて少し思っていたんですが、それもですねだいぶ解消されまして、なんかおーおーあスーっていくんだみたいなね、
もう本当にそういう感じでございます。はい。でフラッシュエディターのですねやってるシーン、あのセッティングしてるシーンは残念ながら許可いただけずにですね撮ることはできなかったんですが、その他は全然撮っていいですよって言ってくださったので、あの担当の鈴木さんっていう方ですかね、動画でも結構出ていて有名人らしいんですけど、その人と結構お話もできましたので、そのシーンを今からお見せしたいと思っております。そこにですね、あのパワーの結果ですとかその他もろもろ詳しいことを、おっしゃっていただいているので、どうぞこちらをご覧ください。このピットの中に入っていって、おそらくねシャッターを閉めていろんな作業されるっていう話なので、まあ、映像的にはこれがラストかなっていう感じですね。パワーの方が 237.3 馬力、はい、237、はい、あ結構上がりました。 35.8kg です。この青い上のラインがトルクラインですね。はいはい。横がエンジン回転数スケールになっているので、はい、この太い線のところが何回転ですよと出てきたんですけど、ああそうなんですね。なので3500とかぐらいが最大トルクが出て、はい、ゆっくり押してくる感じなので、あ結構高回転でしっかりパワー出てきますけど、ああやはりそうですね。なるほどなるほど。で赤がやる前ではないので、あの前のタイヤを回しながらパワー計測と、はい、あの EC の方やってますので、はい、前のタイヤにかかっている負荷がこう出てくるんですね、はい、こんだけタイヤ回すために負荷がかかってますよっていうのが出てきまして、はい、それがこの赤い計測馬力っていうものに対して速度の方で修正がされまして、はい、実際はこの緑を見てくださいねっていう見方になるので、ああそうなんですね、はい、なるほど。で青い方がトルクですね、はい、でパワーが、ああやっぱピークが結構この辺りが来てる。ピークはそうですね、6000手前ぐらいになりますよね。あなるほど、はいはい、結構上の方がどうしても点火時期が入りにくい車なので、はい、ちょっとそこを落としてあげないとノックの方が手が入っちゃうので、はい、まあ、それがなるべく少なく回るようにしてるので、はいはい、まあ、私はこの辺がどうしてもきつくなるんですけど、あなるほど、はい、ただ純正と比べたらやっぱりだいぶこの辺が上がってるなっていう、中間が厚いですよね。厚いです、はいはい、レアクリ変えてたものですから、はい、空燃費がちょっとずれてたのかなってイメージはあったんですけど、そうですね、ベタッと踏んだところはどちらかというと、はい、エアフロー電圧が上がる方に来ちゃうので、はいはいはい、エアフローがこう筒の中の中央にいるんですけど、はい、あの純正だと10入ったら10の空気をこう認識するんですけども、はい、変えると大体こうちょっとこう中央寄りに流れる割合が増えるんですよ、はい、そうすると同じ空気の量が入っていても、はい、中央寄りに来たことで、はい、エアフローセンサーの電圧値が上がるので、ええ、そうすると燃料濃くなっちゃうんですよね、はい、なるほどですね、はい、でゆっくり走っているところはこうフィードバックっていう学習する領域があるので、はいはい、自動的にこう合わせてくれるんですけども、はい、ペタッと踏んだ高負荷域っていうのは結構そこが外れるので、あ結構燃長が濃くなっちゃって、はい、点火時期が落ちるので、あなるほど、はいはい、若干こう本来の、パーツ本来の性能が出しにくいというか、あ、はいはい、この面も合わせてありますので、 ありがとうございます、はい。で例えば何かの都合で、はい、純正に戻さなきゃいけないとか、はいはい、そういったものが発生した場合っていうのはどうしたらいいんですか、ね、フラッシュエディターの中に、はい、OBD2 のカプラーになるので、はい、これを車両側 の、 あの運転席の右足の上あたりにあるんですけど、はい、そこに挿していただいて、はい、で書き換えするときはこの ECU でフラッシュになるので、あなるほど、そこを選んでいただいて、はい、どのデータを入れますかっていうのがこの画面なんですけども、はい、上からそのデータがノーマルのデータ、はい、でフェーズ1はリミッターカットデータですね、はい、でフェーズ2番が HKS さんの基準のデータ、はい、4番目がもともと選べないようになっているんですけども、パワーライターでありまして、はい、そこにうちのデータを今インストールするんです、ね、あそうなんですね、はい、今どのデータが入っているんだろうっていうのは、はい、実際につけていただくと、はい、今パワーライターの横に青い米が出るようになっているんですよ、なので今入っているその青い米がいるところが今入っているデータですよってなるので、はい、例えばノーマルを入れたい時は、うん、ノーマルのところに白いパーツを合わせていただいて、はい、で決定をする、はい、そうするとこっちの下に来るんですけども、書き込みをスタートしていいですか、はい、スタートして OK であればまた決定の、また、はいはい、そうしますとこの下になりまして、書き込みがスタートするんですね、はいはい、で書き込み中はもうフラッシュエーターをいじらないようにしていただいて、はい、まあ、シートの上とか置いといていただいて、はい、そうするとこの矢印がこう出てきまして、今何パーセント書いてますよって始まるので、はい、これが100になるまでちょっと相当しておいていただいて、はい、で100までいきますと、はい、ライトコンプリートしましたよ、
はい、で、フリーズイグニッションオフなんでイグニッションオフにしていただいてるので、はい、イグニッションオフにしていただいて、うん、もうしたらカメラ抜いていただいて、ああなるほどですね、はい、ほうほうほう、そういう手順でいけるんです、はい、これエラーが出る場合ってあるんですか、例えば読み込みエラーとか書き換えエラーっていうのは、書き終わった後に FK ならば確かに書き終わった後に、はい、エラーが出るとき時々あるんですよね、はあはあ、その時は一応書き込み100までいった後出てるんで書き込みはできてると思うんですけど、はい、念のためもう一回ちょっと最初からやっていただきたいです、うん、ああそうなんですね、はいはい、分かりました、最後はこう緑になって、はい、イグニッションオフってなるので、はい、そしたら完了ですよ、あなるほど、はい、ああ分かりました、まあノーマルに戻すってことはないとは思うんですけど、万が一あった時に、まあ、フラッシュエーターのメリットがあるんですちょっとまたノーマルどうだったかなって意外にやってから戻すと、はい、あこんな感じだったかっていうのがあるんでそうですね、はい、それから、はい、例えばまたその吸気なりなんなりをちょっといじっちゃった場合、はい、また原車合わせしたいんだけどっていう時は、はい、またご相談とかできるものなんですか、大体3万5千円から受付の方してるんですけど、あリセッティングっていう形で、はいはい、一番変わっちゃうのはもう今おっしゃったエアクリーナーです、はいはい、エアクリーナーです、メーター式なので、はい、分かりました、ありがとうございます、でこれ、はい、ご自身で書き換えた時に、はい、FK7 はトラクションコントロールとかでエラーチェックランプがつくんですよ、はいはいはい、で僕らは診断機でそれを消してから走るので、はい、すぐそのチェックランプ消えるんですけど、一般の方だとやっぱ走って消すしかないので、はい、そうすると長い時30分ぐらいそのチェックランプが消えないんですよ、あそうなんですか、トラコンとか安全装置の、はいはい、ちょっとだからそこだけちょっと走行に注意していただきたいなと、あなるほど、はい、まあ着いたとしてももう焦るなよみたいな、そういう勢いでいた方がいいってことで、そうそう、乗ることで消えますっていう、あなるほど、はい、分かりました、はい、短いと10分15分で消えるんですけど、長いと30分ぐらい消えない時があって、はい、あそうなんですね、はい、その間その機能が発動しないので、はい、あ、はい、なるほど、分かりました、まあ、もし30分以上出たらお電話して最高新記録できましたよってご報告させていただきます、ちょっと心配なやつになっちゃいますけど、はい、ありがとうございます、はい、すいません、ありがとうございます、はいはい、これお顔とか大丈夫、あ全然僕は大丈夫、 ありがとうございます、はい、とんでもないです、すいません、ありがとうございます、はい、バック入れた時のフィーリングは変わらないですよね、バックは変わらないです、変わらないです、はい、すいません、はい、ありがとうございます、ゼロコンとかでね、はい、一番ハイモデルしてると結構やばいですよ、やばいですか、はいはい、最近はなんかスロコンもバック線が入ってきているというものがあって、はい、バックに入れるとカットされる、そうなんですね、はい、そういうまあ安全的なびっくりしちゃいますからね、はい、ありがとうございます、はい、はい、いかがでしたかね、いや、 やっぱねさすがだなと思いますね、やっぱそういうなんかちょっと有名な人にセッティングをしてもらうとなんか気持ち的にもなんかわははってよかったなとかって思うと思うんですよね、よってもし浜松のスーパーオートバックスさんでやる HKS のフラッシュエディター ECU 書き換え興味がある方いらっしゃると思うんですよ、あのねおすすめしたいですね、あの本当に回転落ち私より気にしている方がもしいらっしゃった場合はですね、ホンダアターの方が正直いいと思います、ただトータルバランスは本当に良くなっておりますので、HKS のフラッシュエディター浜松スペックめちゃくちゃいいです、本当に、さらにプラグ交換もしてくれてパワーチェックもしてくれますから、なんかよりどり緑みたいなね感じでね、ウィンウィンになれるんじゃないかなとは思います、そしてコスパがいい、本当にコスパがいい、11万だよ、確かに高いですけど11万円でここまでの性能を引き出してくれるっていうのはめちゃくちゃいいです、あとは こいつですよね、こいつの運転技術がもっともっと練習してあげて、このシビックさんにふさわしいドライバーになりたいと思います、 HKS フラッシュエディター入れて何がこういうところはどうだったのとかご質問等気になるとありましたら、ぜひコメント欄にコメントよろしくお願いいたします、そしていいねとチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします、あそうね、この動画で申し訳ないんですけど、 ありがとうございます、なんかね2000人気づいたら突破してました、いやありがたいことでございます、本当にありがとうございます、いろいろと、そして今後ともしつこいようですがよろしくお願いいたします、でなんか左曲がんなきゃいけなかったんだ、道間違えちゃった、西に進みます、まあいいや、なんか渋滞がすごいんですよ、およそ300メートル先西勝戸橋西を進みます、西勝戸橋ってどこですか、
今どこ走ってるか分かんないですそれではご視聴ありがとうございました。いやーでも渋滞でもすごい快適だな。ほんとスーッて行く。ほんとね、ECU 交換して思ったのが、ほんとスーッて行く。どこでもそう、高速の合流でもそうですし、普通の国道走っている時もスーッて行く。ほんとスーッて行くお、ほんと気持ちいいわ。はい、というザレ事です。ああそうだ、ごめんなさい、一つ言い忘れたわ。なんかね、気のせいかもしれないですけど、 ECU を交換してからですね、マフラー音が若干上がったような気がいたします。なんかね、こうやって運転してるじゃないですか、あれこんなに音したっけな、なんていうのが正直あります。だから多分マフラー交換していたらマフラー音も上がるのかなとは思っております。さらにもう一つ忘れてたわ、原車合わせですごくいいところがですね、やはり、あ、でごめんなさい、もう一つ言うのを忘れてましたわ。あのね、空燃費の話なんですよ。 ECU を書き換えする前なんですが、私あのエアクリのキノコ型入れてるんですよね、入れてたんですよ。でそれによって空燃費が 20% ほどね、狂うっていう噂を聞いたんですよね。あのゼロクスさんも言ってたんですけど、確かに鈴木さんっていう方に聞いてみたんですよ。先ほど紹介したっていうかお見せした方なんですが、そしたらね、ああもう空燃費はもうそれは狂うものですからね、しょうがないですよって言われまして、でこの原車合わせでしっかり合わせてますのでご安心くださいって言ってくださいました。あの空燃費っていうのは空気と燃料の比率っていう形になっておりまして、で燃料が1に対して空気が 14.7 だったかな、確か それぐらいの比率が一番ベストだって言われてるんですが、ここにねぴったりと合うっていうことはないらしいんですよ。そこにいかに近づけてトータルバランスを良くしていくかっていうのがテーマらしいんですけども、まあ、それがですね ECU を交換する前にエアクリを交換した場合はですね、その空燃費がもう狂ってくるっていうお話なんですよ。だから燃焼っていうんですかね、燃料が濃くなっちゃったり、はてまた薄くなっちゃったりっていう可能性があると。でさらにあのフラッシュエディター、まあ、特に他の ECU でもそうなんですけど、交換した後にエアクリを交換したりですとか、そういったことをしてしまうとやはり狂ってしまうところもあるので、また原車合わせした方がいいですよって言ってくださいました。あ、なるほどなっていう感じですね。よってですね、佐伯さんもね確か言ってたんですよね、あのもしもう車で給排気とかも全て終わっているようであれば、そのままフラッシュエディターを入れちゃってもいいんじゃないかなって言ってましたね。パーツを入れ替えたり自分でセッティングしたいよっていう方はホンダアタがいいと言ってくださったので、確かにおっしゃる通りだなとは思いました。だから賛否両論あるとは思うんですよね。原車合わせがいいっていう方もいれば、いやいやもう自分知識結構あるからもう細かく自分の車だから設定したいよっていう方もいらっしゃると思いますので、そこで多分ホンダアタ、HKS、フラッシュエディター、まああとなんだろう、ジェイズレーシングとかその他もろもろ ECU 出てると思いますので、自分に合った面白い ECU を検索して見つけるのもめちゃくちゃいいんじゃないかなとは思いますよ。私の場合はもう HKS フラッシュエディターの原車合わせかホンダアタかどっちかの2択でございましたので、まあ、結果良かったなっていう感じはします。確かにね、でもね、回転落ちの方は正直わがままですけど気になります。気になるけどシフトチェンジ頑張ろうおよそ300メートル先、朝日町5丁目を右方向です。すごい、交差点曲がるとき、あえて2速で曲がったんですけども、まあ、快適とは言えないんですけど、2速でも全然いけるなっていう感じはしました。いいね、ほんといいね。メガネしよう。さあ真っ暗になったということで終わりだな。こういうとこなんだよな、こういう加速したときにスーッていくからね、めちゃくちゃいいよ。右方向です。やっぱマフラーうるさくなったな。はい、じゃあ、 最後おまけでインプレッションパート2みたいな感じでね、ちょっと
街中なんですけども少しお見せしたいと思います。まあさすがに ECU で バックは快適にならないって言ってたけど、結構ねスーっていくんだよな。もうだいぶ暗くなっちゃったな。信号が長い。信号が赤になって、おお、もう このね滑り出しスタートが本当にいいんですよね。すごい快適だなっていう感じ。さあ今ね、あの交差点で歩行者が渡っておりまして、渡りきりましたからスタートでございます。さあ行こう。こういうとこだよね。おお、すごい。4000まで回しましたけど、あんまりベタ踏みしなかったんですけど、うーんっていきましたね。おー、すごいです。やっぱりねこれがいいな。スーっていくのがすごく気持ちいいし、なんか快感だな。やみつきになるっつったらおかしいですけど、いやめちゃくちゃいいよ。もうこれがなんか気持ちよくて、なんか気持ちいいアクセル踏みたくなっちゃうんですよね。こういう時に燃費が悪くなっちゃうのかなっていうのは正直なところです。あー、いいわ。うん、なんか後ろの方からマフラー音がボーンつって聞こえてくるな。低速でもなんだろう、こんなにマフラーボーって響いたかななんていうのが正直あるんですけどね。ちょっと画面が真っ暗で申し訳ないですね。しかもお前全面見せろよなんて思いますけど。ということで、もうスーって行くのが気持ちいいですっていうことです。すいません、なんかダラダラしてて申し訳ございません。尺に触る動画で申し訳ございません。